来ました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 。皆さん、スプラトゥーンの、任天堂ダイレクトによって、新しい追加コンテンツが追加されたみたいです。今この動画は、任天堂さんからの、動画なんですけど、ちょっと一緒に見ていきましょう。今なんか地下鉄乗ったよね。来た！もうね、これやってたんですよ。俺、スプラ1からやってたから、もうどこかわかるんですけど、スプラトゥーン1の世界に、まさかスプラトゥーン3で行けるとは誰しもが思わない。これさ、1行けるってことは2も行けるよね。多分。あー、塩辛ず。まあ、一回見たんですよ。エキスパンション、パス。第1弾。はい、辛子。ちょっと実は、携帯の方でね、一回見たんですけど、スプラトゥーンの世界に行けるみたいですね。まあ、これハイカラスクエア、間違えた、ハイカラシティだった。ハイカラスクエアはスプラ2だ。すごいでしょ、これ。懐かしいよね。まあ、スプラ3からやった人はちょっとわからないかもだけど、アネモちゃん。これが面白い。マメブキチ。かわいい。なんか2匹いる。マメブキチ。つぶぶきちんもいるの。で、これ。この人の名前、アジオさんだ。アジオさん？え？あ、アジオさん？聞き覚えのある名前だな。てか、新しいとこも増えてますよ。昔のイカッチャはね、バルーン使って遊べたんですよ。あ、フェスだ。フェスだ、フェス。これね、今回のフェスは使えないんだよね。塩カラーズが盛り上げる。塩カラーズ歌って踊ってくるのすげえ。これすごいな。次の、多分次のフェスだと思うんですけど、楽しみですね。春。確か春だった気がする。あ、春春春春。第1弾。ちょっと楽しみにしてましょう、皆さん。やった。かっこいい。さらに。はい、来ました。タコ。タコです。もう見たら分かったんですけど、タコです。これ何なんだろうね。これ。タコ。俺あんまり詳しくないっていうか、みんなも多分分かんないけど、これだけ見ても。なんかタコの実態？生まれ方とか、なんか最初の、どうやって生まれたかとかじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、いい体してんなぁ。あ、イワシの大群か。ねえ、気になるよね、サイドオーダー。楽しみだ。